NBA スティーブナッシュのドリブルバスケットボールにおいて、ドリブルとは、ボールを保持しているプレイヤーが、ボールを手につかんだ状態で、規定歩数以上動く行為が禁止されているため、ボールを保持したままコート上で移動する手段として、進行方向の地面にボールを上から手のひらを使って、叩きつけて跳ねさせ、これを連続的に行って、ボールと共に選手が移動するプレー。工術の分類を組み合わせて、 ドリブルの種類を表現することができる。例、クロスオーバーレックスルードリブルドリブルとは、プレイヤーのコントロール下で、フロアにボールを投げたり、タップすることにより、フロアで弾ませることにで起こるボールの動きのこと。ドリブルを行う手の位置が高いと、ボールが手のひらと地面を移動する時間が長く、ボールを奪われやすいため、低い位置で小刻みにドリブルすることが良いとされる。そのため、 小柄な選手にドリブルを得意とする選手が多い。バスケットボールではガードの選手が敵陣のコートまでボールを運ぶという役割を担うことが多いためガードの選手にはドリブルの上手い選手が好まれる。またドリブルでディフェンスを抜いてゴールへ迫ることを得意とするスモールフォワードやシューティングガードの選手も多く、そういったプレーをペネトレーション、ドライブなどと呼び、 ドリブルでインサイドに切れ込んで得点することを得意とする選手をスラッシャーと呼ぶ。ドリブルの練習法としては脚中が参考になる。ありがとうございます。